今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。丸川作品集を販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。繰り返す体型コミットリバウンド。お題空前絶後。まここちゃん。ランニングとおじん臭さがシャツに透け。お題おじん。まここちゃん。外出せずコロナ感染引きこもり。お題ゲロゲロ。まここちゃん。生きろというこんな苦しい世の中を。お題ゲロゲロ。ゆうゆうぴさん。写真撮るまでは転ぶな七五三。お題着物。テラリュウさん。人からで出した100点と取った写メ。お題ハッピー。トモコ1967。白太田のトモがガイドに口挟む。お題ガイド。アキソルさん。なんとなく体調悪いが続く年。お題キープ。淡雪小町さん。ナイスバディ。脱いでもすごい消えました。お題ドローン。まここちゃん。老害のワードに過敏な頑固者。お題おじん。淡雪小町さん。彼できて食べる専門の子が料理。お題空前絶後。トモコ1967。富士山だ一斉にかじりつく車窓。お題空前絶後。直樹さん。駅弁を平らげ発車のベルを待つ。お題余裕のよっちゃん。すすぐるぐるさん。苦笑いしててもウケたと勘違い。お題おじん。白玉さん。引き止めてくれたらやめるのやめとくよ。お題優柔不断。ローズ桜子さん。ラブシーンで父がさてとといなくなる。お題ドローン。ケンさん。キャベツさん。あなたは味方だったはず。お題ゲロゲロ。たくあんさん。まだ着れる断捨離できず衣替え。お題優柔不断。ケンさん。肛門か手が邪魔ですと若いジョイ。お題ゲロゲロ。ケンさん。似合うより着れるかどうかの服選び。お題ゲロゲロ。ノーさん。前例ないが恒例になる大水害。お題水害。喜怒哀楽さん。目立たない人だが目立つ腹回り。お題おじん。喜怒哀楽さん。知名度を人食いくまで上げる村。お題空前絶後。喜怒哀楽さん。100回に一度は受ける親父ギャグ。お題おじん。たくあんさん。ゆるキャラがタバコ休憩目を塞ぐ。お題おじん。テラリュウさん。お化け屋敷お化けに改善点を言う。お題余裕のよっちゃん。大野みなみさん。強風で前髪バックにドローンした。お題ドローン。シルバさん。諦めて帰った試合大逆転。お題ゲロゲロ。テラリュウさん。昼下がり涅槃のポーズで見る寒流。お題ハッピー。ごまめさん。幸せは隣の芝生を見ないこと。お題ハッピー。ごまめさん。追いかけてつかめる程度がちょうどいい。お題ハッピー。ごまめさん。